ニクさん、ありがとうございました。ピアニストのアンドラニクさんですね。はい、幸せの、幸せになるためには家族や、愛や健康などいろいろ必要だと言いましたが、今アンドラニックさんはどうですか？幸せですか？全部ありますか？私、幸せに感じる。しかし、お金は大切ですか？好きな仕事をすると、給料が、高まると思います。はい、わかりました。ありがとうございます。